ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はスーパーファミスタ4、続きやっていきたいと思います。タブヤンオリックスブルーウェーブ、まさかのね2試合連続コールド勝ちという迎えております。この勢いでね、西武ライオンズと対戦したいと思います。佐藤さん、野田、高橋、佐藤でいきましょう。打順はもういじらずにいくか。平塚、外野右打ち。打率がでも悪いね。よし、この中島さんが調子いいぞ。キャッチャーじゃなかったっけね。よし、キャッチャー入れ替えよう。さあ、対する西武ライオンズ、このねスーパーファミスタ4、1994年このデータの時のパリーグ優勝チームですね。新谷知らんな。あ、移籍したのかな。エイチロー。あれ、今振ったってこと。イチロー初三振ですよ。やばい。人工芝のグラウンド綺麗ですね。さあ、2試合連続ワンバンのボール打ちましたよ2試合連続コールドのパワー見せてやろう。惜しい。今好調ですからねオリックス。オッケー、抜けた。あ、これは無理か。さてさて、4番藤井かかってこい。やばい、ゲッツーか。あぶねえ。キャッチャー伊藤捕手。田口壮来た。どうだ、これどうだ、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 アウトか惜しい。佐藤さん、おお、嘘でしょ、嘘嘘嘘嘘。セーブやばい。え、前回はエースじゃないけど2番手星野さんでね、超スローカーブとかあったけどね。よし、佐々木打率5割、打ってるね。ホームラン2本、フォークいくか。フォーク落ちないし大丈夫かなこのピッチャー。清原、高め、大振りしてくるねもう一球外そう。おい、ちょっとインコース、クロスファイヤー、あ、当ててきた、アウト。キャッチャーライナーでしたね今珍しい。清原恐ろしいですね、あの振りが。キャブレラ、ワンバン打ちましたよくっそー、調子いい高橋。ああ、いい当たりなんだけどな。さあ、キャッチャー中島さん抜擢しましたんで、オッケー、ナイスヒットな。セカンド行ったんでね狙ってますよ次の塁はね、常に。まず1点、まず1点。
ちょっとランナー出て警戒しだしたか。さあバッティングカウント、ナイスバッティング、抜けるか、あ抜けない、あれ外野後ろに反らせばね、もうイチロー、イチロー、やばい、イチローって言いたいから追い込まれてる。あーしまった、イチローにしては2打席凡退か、くっそー、イチローって言うためにファーストストライク見逃すというねちょっとやりすぎたな。はい、おらいおらい、打たして取るバッティング違う、ピッチングやしていこう、打たして取る、外角外角、阪神の時を思い出してね星野さんのようにはいかないからね、これ粘っていこう、イチローがちょっと不調だからね、福良さんに頑張ってもらうしか、あー短く持った方がいいか、1、2番は小川さん10割バッターではなくなったけど8割7分5厘、あーちょっと早かったか、打ち損じだ、ダメか。やっぱスローボールが狙い目かな。でも、ストレートの方がホームランになるかもね。ストレートね、バッターは。うわ、ヘボ当たり。キャッチャー、伊藤さん、調子悪い。おーっと、エラー。ナイス、フォロー。いい守備見せましたよ。高め。ああ、三振取ろうと思ったんだけどな。何あのマスコットいるよ。ファール打ったら。おらおらい。一番バッターさっき打たれたよね。高め。スローボール。緩急つけて。よーし、フォーク、フォーク、落ちない、フォークが落ちない、佐藤さんはフォークが落ちない、高め、高め、高めで外して、あー今投げミスですよ高め投げようと思ったのに、タグっちゃん、なんとかしてくれ、ボールの方が好きかな、打つのは。おお、警戒してるか、バッティングカウント来たー、当たりはいいんだけどね、キャブレラバット長く持とう、どうだどうだどうだ、切れるか、入りました、キャブレラ1号わ、プテラノドン飛んでる、すげえ、ジュラシックパーク以来やね、プテラノドン飛ぶのは。ジュラシックワールドでしたっけ、最新の映画ね、2014年か15年か忘れましたけどね。続け高橋、当たりはいいんだけどな、先からと短く持ってつなごうぜ、いいバッティングだな、最高のバッティングっすね、9番元西、短く元を取った、右打ちでね、ああ右打ち意識しすぎ、あポテンヒット、ポテンヒット、ファールか、惜しい、ああやられた、どんまい、1点取ったよ、ちょっと系統策でいこうかな、お、イチロー久しぶりの守備、イチローレーザービーム
イチロー投げたいんですけどね、センターになかなか飛んでいかないというね。センターに打たしませんよ。おお、調子いいな。こういう打ち急いでるピッチャーにはスローボールで攻めていこうかな。めっちゃ落ちるやん、フォーク。さっきなんで落ちなかったの。高め勝負。おお、打ち取ったかと思ったけどダメか。怖いな清原さん。高め、あー高めじゃない投げ間違い。1番バッターからイチロー51。じっくり見ていこう。今のは素振りですよあーダメだな。プラさんが初球打ち惜しい。ナイスバッティング、低め大得意サードいける、サードいける、福田さんの足ならよーし。コンピューター甘いね。あそこでセカンドに投げたらダメですよね。さあ小川さん、いつもの仕事して。あナイスバッティング、自身も二塁へ。素晴らしい、いい仕事するね。藤井さんも初球打ち、きたー。オリックスブルーウェーブ、いつもの攻撃きました。さあさあエンジンかかっていくよ。田口壮、田口フルネームで田口壮。高いでしょ、分かってるよ、それは分かってるよ高めでしょ、よっしゃよーし返せ。お母さん足遅すぎる、いいよねキャブレラ、さっきホームラン長く持って、大振りでいくよ。ここもどうした、一塁空いてるからビビってんのか。バッティングカウント、うお全然飛ばねえキャブレラ。よし、ここはヒットが欲しいな高橋さん。おお、まぐれ当たり素晴らしい、ヒット狙いなのにね。いや気持ちいいね、振り切りましたね。中島さん期待に応えてくれてるね。2打数2安打。バット短く持って、よーしナイス。またイチローからですから。おおピッチャー交代、各体現。杉山、おお左バッター、あ左ピッチャー、おつないじゃったね。一塁行くか、チャンスでたまには打点取るか。一塁今日調子あるからね、バット短く持って一塁。おっとやばい、ちょっとあーダメじゃん、イチロー。なんかイチローの時緊張しだした5回か、ちょデストラーデ怖いね、デストラーデ。よしチャンスチャンスチャンス、ファールフライファールフライファールフライ、よし小川さんナイス。
この回ちょっとなんかスピードボールスピードも弱くなってきたな。この回で交代かな。ちょっと佐藤さん結構打たれてる。オーライオーライ、イチローレイザービーム6対0か。コールドいけるぞこれ。3試合連続のよーし、福田さんナイス。この回も1点取ってと、毎回得点いこうぜ。こっからどうした杉山さあバッティングカウント、あちゃ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 、攻撃が楽しくなってきたね。オリックス強すぎるよ。あっと今ちょっとバット振ってないよ。あちゃちゃ、左対左はちょっとなんか打ちづらい。サード回れ、福田さんですからねランナー。よーし足速い。タランタタンタラタタラタタラタン、メジャー行く前の田口壮、田口壮、高めばっか投げてくるな。よしナイスランコンピューター君の動きは分かっている。キャブレラバットを長く持って、ああカス当たりですね。次高橋さん、ホームランいけるよこれ。さっきホームランですからね。あー詰まった、詰まった当たり、あアウト。やるな佐々木。ピッチャー交代。調子いいね。これにしよう。おらい。しっかり守っていこう。打たしていくよ、打たして。ナイス。さあ、三者凡退いける？おー、やばい。打たれた。くぅ、盗塁してくるかな、これ。ちょっと息を外そう。外した！どうだ、アウト！うおお、マジで？やるな、一番バッター。手抜きは一切せん。マジか、おい。レーザービーム、田口の。くー、どうする、これ。ちょっと交代だな。今、左バッターだったね。左の野村で行くか。よし。フォーク。高め、高め。うおー、ちょ、ちょ、ちょ！おーし、ナイス！ナイス！あ、ツーアウトだったの。ファースト良かったよ、今。危なかったなぁ。3打数3安打。中島さん。杉山まだ続投すんの？舐められたもんだね。おぉ、聞こえたみたいだな。核体言出さないのか。塩崎。おぉ、有名ですね。塩崎。フォークボール打ったったどんな球でも打ってやる。高めか、見にくいなサイドスロー。
あー手出してしまった高め。おエラーしたロッキー。守備に乱れが出ましたよ。イチロー本日ノーヒット。あれ、あーもう追い込まれたイチロー。最後に見せたイチロー。お、これはもしかしてイチローホームランニング、ランニング三塁回ってホームラン。おお、しかもスライディングなしでランニングホームラン。イチローさすが持ってるね。さあこれで福良さんが帰ってくればコールドゲーム成立ですよ。小川小川小川、高め。いやでもこの塩崎さんは打ちづらいわ。盗塁成功、ふくら初盗塁。打球の伸びが良すぎたね。パーフェクトゲームですよ今のところ。もはや相手にならんなとか言ってたら打たれんねんな相手のプテラノドン見てしもた。清原さんかやるな。デストラーデイチロー。さっきのはイチローでも取れないよね。こうか。あれちょっとずれた。ストレート。よーし。あと一人し。よし、キャッチャーキャッチャーキャッチャー。これサードのボールだったね中島さんが取りに行ったよ。オッケーオッケー、8点差ある。田口壮、あーちゃーちゃーちゃーと、ホームランアウト、アウト、ホームランでいくか。うわ、カス当たり高橋さんホームランしか狙ってないというね、この下位打線。うわホームランかアウトか。下位打線からだけど、じゃあ交代しよう。伊藤、ほらうらい。田辺この辺り下位打線だからしっかり抑えないとね。うーそうでしょ。あ、ナイスカッチ。さあ辻さん、辻さんの前にランナーがいないのはラッキーだね。うわー打つねー今日3本目。くっそー、また走ってくる。牽制球牽制球絶対走ってくるやんこれ。ほら、走ってきた。セーフかー。今、ホームに投げたんですよね。ファミスタ裏技あるある。くっそー。めっちゃリードしなかった、今。うわー、ヒット打たれた。レイザービーム。出てくるのかなー。おっと、ホーム。よーし。一点、あ、またツアウトやった。恥ずかしい。またやってしまった。よし。守りましたよ。中島。塩崎やっぱ打ちづらいわ。変わってほしいんだけどな。
おお、火の出るようなあたり。中島さん、次から正捕手かもね。お、変わったぞ。香取さんか。おお、来た香取。巨人の香取だよね、違うの。やっぱり、なんか投げ方が。あ、足が遅い。クースプレー、アウトかー。くっそチロー。さっきランニングホームランですからね。いくぜ。チャンスボール、ダメだ。いくら足が速くても。くー、イチロー不調ですね、今日は。その代わり、福良さん。チャンス。おお、なんか、揺れたぞ、今、ボールが。打ちづら、香取。しかし、福良さんは打つ。ナイスバッティング。そして、クリーンアップに回す、小川さんですよ。その前に、福良は走る。オッケー、今日は、イチローの代わりしてくれてるよ。ちょっと、あ、セーフ。ナイスバッティン、11点目完膚なきまでに。もう、うまくなりすぎたんですね、私。セーブさんよ。逆転だぜ。後半の方で当たるから、不利ですよね、このセーブ。私がこう人間として上手くなっていくからね。あー、バック超える。あー、超えた。え、また清原に打たれた。ピッチャー交代で抑えの渡辺。ナイスキャッチ小川。行ってもやらんぞ。おっとっと、おっと、清原足遅い。よーし、どんな問題。勝負ありましたね。最後ナイスキャッチ見せてくれますよ。ナイスキャッチ、試合終了。なかったですけど、もう大量得点でね、やりました。炎の解消。イチローが不発、しかし福良さんが頑張ってくれましたね。そして中島さんがね、キャッチャー抜擢して5打数4安打。素晴らしい。ほぼ清原さん以外抑えましたね。最後までご視聴ありがとうございました。残り、2試合かな、優勝を決めたいと思います。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。